平成30年3月20日火曜、エルヒュージャパンアイスとの悲しい別れ。アイスは生まれる前、つまり平成25年7月1日に母親エルヘウミッチとエルヘウジェイクを交配してから4年8ヶ月と19日。生まれてからでも4年6ヶ月と17日。私とずっと一緒にいて遊んでもらいました。そのアイスが兄弟のように一緒に遊んだ宮城県の島くんのもとへ譲渡され、本日高知空港から仙台空港を向けて旅立ちました。米国エルヒュー犬舎創立者ボブ・ウィール氏は、テスト繁殖した子犬でエルヒュー系統から外れた子犬について悲しい別れと言われました。繁殖者が悲しい別れというと、淘汰、つまり良いものを残して悪いものを殺すことだと想像すると思います。しかし、ボブ・ウィール氏と私は全く違います。経済的に可能ならば全て飼育したいのですが、諸般の事情で譲渡することを悲しい別れと言います。そこで、本日物部川河川敷でアイスとラッキートリガーとエルザの3頭を一緒に走らせ、お別れ会を行いました。今日がアイスと、私多分今日が最後の悲しい別れだと思いますが、アイスは今日宮城へ行きます。はい、アイス行こう。あんまり無理させないよ、足止めていかんから。よいしょ、これがエルザですね。アイスさん、きれいにうんこしとき、うんこもしっこも長い旅になるきね。アイスさん、元気よく走ってるな。みんな帰ってきた。誰だそれ。あ、ラッキーか。ラッキーネイルだ。アイス。オッケー、もういいだろう。怪我したらいかんからね。よしよしよし、オッケー、はいはい、アーシさん、よし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 。強風のもと、鳩を使ってアイスと最後の遊びを行いました。はい、ゴー。
トラかな。No. 分かったね。これが最後だよ、とさんと遊ぶのは。ハシス。ね。あ。ANA 国内貨物での輸送手続き中に最後の排便運動を行いました。しっこはね、もうない？しっこは。うん。しっこないですか？はい、こっち。はい。結構汚いね。ねえ、ゴミいっぱいやね。はい、はっすね。あー、オッケー。